Thank you.
Thank you.
昨日はなんとかなったけど、ミュウちゃんもそうとは限らないだろ。おい修二、それはねえんじゃねえか。兄貴の前で妹が無事じゃないかもなんてよ。いや、僕はあくまで客観的な意見を言っただけだ。ミュウは助からねえってのが客観的な意見だっていうのかよ、てめえ。おい、暴力はやめろよ。ハルとミユキもいるんだぞ。怖い、怖い。悪いけど、そいつの言ってることだけは認められねえ。僕はここにいるみんなの命に責任があるんだ。リーダーとして慎重な判断を下す必要があるんだ。何がリーダーとしてだ。なも、ただ臆病風吹かせてるだけじゃねえか。シュウジさん、ここはやっぱりカイトに手を貸すべきじゃないですか。君はここにいる全員が再び危険な目に遭ってもいいというのか。そうじゃないですけど、このまま放っておくわけには。それにもし僕たちが行かない選択をしても、カイトは一人で行っちゃいますよ。そもそも俺一人で行くつもりだったからな。別に今からだって一人で行ったっていいんだ。俺は一人ではなしだぜ。何度も言うが、その時は俺も一緒だからな。シュウジさん、カイトとドラクモンだけ行かせるんですか。そんなのダメだよ、シュウジ。もういい、手を貸してくれって言ったが、揉めるならなしだ。じゃあな、俺は行くぜ。勝手な真似はよせ。邪魔するな。シュウジさんもカイト君もいい加減にしてください。返すのもありじゃないかな。いや、それはないだろう。うん、それはない。タクマ君、どうしてそんなこと言うの。つーか、引き返して何の意味があるんだよ。今取るべき行動ではないと思う。ごめん、今のは取り消します。こうして無駄話をしている方がますます疲れることになる。歩くペースは少し落としつつ、とにかくこのまま進むぞ。へいへい、わかりましたよっと。なんだよ、ピリピリしちゃってさ。ま、あいつなりに頑張ろうとしてんだろ。あれくらい流してやれよ。へえ、大人っすね、リョウ先輩。おめえがガキなんだよ。まあまあ、だな。そいつに当たってもしょうがねえだろ。それにさすがに俺らだって疲れてきたしよ。休むのは遊園地に着いてからと思っていたが。ここで止まると歩き出すのがしんどくなりそうだし、もうちょっと頑張って遊園地まで進みましょう。やはりそうするか。ちょっと待って、たくまくん、しゅうじさん。ロップモンもサキさんも本当に辛そうなのだから。
ごめん、僕が無茶だったみたいだ。はあ、わかった。それじゃあ少し休憩にしよう。幸いこの辺りには例の霧は出てないようだしな。うん、あれの怖い感じはしないよ。カイトも文句はないな。ねえよ。あー、やっと休める。サキ、大丈夫？みゆきちゃんとハルくんもこっちで一緒に休憩しましょう。うん。残しちゃったかしら。いや、目を閉じたまま歩いてるな。よっぽど疲れさ。それによ、あの霧だっていつ出てくるかわかんねえぞ。修二の言う通りだろうが、必死に妹探してる奴だっているんだぞ。ミノル君、カイト君の気持ちも考えてあげて。待ってろよ、ミユ。俺がすぐに見つけ出してやるからな。カイト、焦ってんだろうが、ちょっと落ち着いとけよ。視野が狭くなるといざって時危ねえからな。分かってるよ。ミノル、お前はカイトとは逆にもう少し集中すべきだな。まったく、ミノルよりもハルとミユキの方がよっぽどお利口さんね。余計な真似しなきゃいいけどね。悪いけど、そっちがその気ならこっちも手加減なしで行くぞ。僕、タクマのために頑張るぞ。必要とあらば俺も全力でお相手させていただこう。こうなったら仕方ないわね。葵の無事には変えられないもの。寄ってたかって卑怯よ。やっぱり悪者じゃない。あ、くそ、もうこれ以上待てるか。強行突破だ。仕方ない、全員で突破しよう。どうするの。あんないっぺんに来られたら。仕方ねえか。ちっと痛い目見せてやるっきゃねえな。え？気分よくはねえけどよ。カイトを怒らせたあいつらにも責任はあんだろ。
Thank you.